この事件は2022年6月、別府市野口原の県道で停車中のバイク2台に軽乗用車が追突し、大学生2人が死傷したものです。警察庁は去年9月、現場から逃走した八田代市容疑者を全国初となる道路交通法違反で重要指名手配しています。事件発生から明日で2年となるのを前に、県警は 現在のハッ容疑者の風貌を予想した似顔絵6枚を公開しました長髪やヒゲ、メガネ姿など風貌が変わっている可能性があるため県警は違う視点で見てもらいたいとして情報提供を呼びかけています